日本のメダル有力種目の一つであるバドミントンでまたまた大失態である。日本バドミントン協会は13日、女子ダブルスの五十嵐、旧西東の、有沙、28、桜本綾子、29、グミが同協会の手続き不備により、10月のデンマークオープンにエントリーできなかったと発表した。五十嵐は先のパリ五輪で渡辺裕太、27、 との混合ダブルスで2大会連続銅メダルを獲得大会後ペアを解消しそれぞれ新たなパートナーとペアを結成し2028年ロサンゼルス五輪出場の目標に口にしたばかりだった同協会は声明を発表し複雑化する大会エントリー業務の中で改めて一連の作業についての点検を行うとともにエントリーに関する手順 ルールの徹底及び見直しを含めて再発防止の体制を整えたいとしたが、協会によるミスは今回が初めてではない。22年にはジャパンオープンへの出場を予定していた混合ダブルスの緑川大輝、斉藤夏組のエントリー時に、誤って同じ所属先である斉藤の姉、しおりの名で登録。申請の不備により、同ペアは出場できなかった。昨年7月には、 パリ五輪の女子シングルスに出場した大堀彩が同様のミスでカナダオープンへの出場が断たれた。日本協会はこの3年間でエントリーでの不手際を3度も繰り返しているのだ。バドミントンといえば協会の予算不足から予定していたナショナルトレーニングセンター東京・北区でのパリ五輪直前合宿を中止。代表選手はここでの調整を強いられた。 男女各種目でのメダル量産を期待されたが、本番を前にした最後の追い込み練習ができなかったこともあり、メダルは女子ダブルス、志田松山組と混合ダブルスの同2個に終わった。渡辺、五十嵐とも新たなペアでロス五輪出場を目指すが、境会が資金不足の上に不手際続きでは先が思いやられる。